わお、ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、壁がうにょうにょうってしてて、いかにも地下っぽ。あ、うにょうにょ、あれ、ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー、ユウコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。行くよ、六本木目指してレッツワーキン。んや、うわ、もしかして六本木まで徒歩？おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱、時間にして2時間といったところだ。10キロ、2時間、どうしよう、体力的な意味で。とにかく頑張るしかないよね。えいえいおよし、いざ勝負。行け。無理しちゃダメだよ。行け。行け。信じた道を進むだけだ。
行くぞ、気を抜くな。おれ、行け。君がいてくれてよかった。突然だが、君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか？それとも優子くんの元へ急ぐために息せき切って全力疾走でもしているのかな？え？いきなり何？京子さん、普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど。ではわずか数十分で
君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。あ、赤坂？あ、いやいや、いくら私たちがゆうこっち奪還のために死に物狂いで走ってもこんな早く赤坂は無理でしょう。うん、迷いがとはたとえわずかでもここまで物理原則に影響を与えるのだね。どういうこと？デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだな。本当？やったー！いまいち言ってることは分かんないけどデジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。敵の死角かもしれない。注意したまえ。え？敵の死角？アンさんら、ユーコハを助けに行くんやろ？ユーコっていうか、ユーゴっていうか。てかあんたは、ユーゴがユーコッチだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えて、ユーコッチは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿は、ユーコハの兄さんの姿なんや。ユーコッチのお兄さん？そう。エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さんユーゴハンや。そのアバターを使うてユーゴハンはユーゴハンの父親が作ったエデンを守っとった。ザクソンのハッカーユーゴとして。どうしてそんなこと？ユーゴハンは家族の縁が薄いお人やから、家族との何かを繋いでいたかったんちゃうやろうか。家族との何か？ユウコッチそうだったんだ。ユウコハンはわっちに手を差し伸べてくれた、わっちに居場所をくれた大事な人や。お願いや、わっちも一緒に連れてってくれへんやろうか。え？ユウコハンを助けたいんや、お願いしんす。けど確かにユーコッチを助けたいって思いは一緒なんだよね。よし、一緒に行こう。一緒にユーコッチを助けなさい。ノキアハン、おおきに。ちょっとお礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りでいいって。いつも通りってブサイ。それは却下。ほらさっさと行くわよ。Thank you.
グレイソード。はあ。君がいてくれてよかった。ここが神城の地下施設？本当にここにユーコッチが？わずかながらロイヤルナイズの反応がある。ここに間違いないようだ。
来たか。今すぐ優子氏から離れなさい。あんたの思い通りになんかさせないんだから。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間風情に肩入れし、崇高なる意志に背くとは。お前、まさか。ノキア、気をつけろ。この女、人間ではない。どういうこと？だって岸辺は。邪魔などさせない。させるものか。まずい、奴はもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ、開け。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出せれば。お忙しそうですね。てめえ、スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今あんたに付き合ってる暇なんて。新田君、君はどうしますか。もしもこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はあ、歪みだ。一体何の話だ。まあそのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですがね。何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さんだったものもしかり、私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした君たちの、その可能性が生み出す未来に魅力を感じて、ね、そしてその可能性の目は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを。いや、何、研究の過程で生まれた副産物ですよ。それよりも、ほら、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。私の見たかった新しい世界の形がすぐそこに。
った。しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思った時に、ね。あ、てめえ待て。あ、くそ。今は作戦を優先させねえと。あいつらが。これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じる、感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。奴はロードナイトモン。私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体をよりしろとしてずっと暗躍していたのだ。オメガモンまで現実世界に。ついにこの時が来てしまった。二つの世界が扉でつながり交わってしまったのだ。久しいなオメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだな。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノギアたちと行動を共にし確信したのだ。人間はロイヤルナイツの恥さらし。いいだろう。この私が直々に引導を渡してやる。せめてもの情けにな。我が計画の始まりの呪しとして散れ。本来の力が解放されるにはまだ早いか。だがそれも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様の始末はその後だ。あの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。なんかやばくないか。うん、
さあ罪をあがない、愚かな人間ども。次元の扉が閉じただと。人間どもで小賢しい真似を。だがあのわずかな時間でもデジタルワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのがその証拠。他のロイヤルナイツたちの力も感じることができる。必ずどこかに現れているはずだ。仲間たちを探し出し、共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが、人類の末路に変更はない。ハハハハハ。